吉田さん、今回ね、水野勝成というね名前で動画の方を始めさせていただきます。これはね、後の方でお話しますね。まずはね、すごくいい気づきだったのが、多くの方は今のお勤めをしながらネットビジネスに手を出すって言ったらね、変な言い方になりますけども、ネットビジネスに挑戦するって形ですけども、私これね、確かにね、一定の収入がある中でリスクなく挑戦できていいなっていうところありますよ。私の場合は毎月100万が赤字になる状態でやってましたからね。だから一定の収入があって生活費が確保されている中で挑戦ができるっていうのはすごくいいなと思うんですよ。でもそういう人に言わせると、いや、働いてるからなかなかネットビジネスの時間が取れませんって言うんですよね。だったらその働きってのをやめてしまって、もしくは時間をぐっと減らしてですね、時間をたくさん確保すればいいんじゃないですかってことになると、いや、なかなかね、それも危ないですみたいな感じ で結局道を決めかねている上にアドバイスをしてもそれを跳ねのけるわけですよね。だから私は特に麻雀店を金繰り捨ててネットビジネスやるなんて誰にも教わってないんですよ。ただネットビジネスのやり方としては、自己アフィリエイトがあって、セミナービジネスがあってっていう、この2つをカリキュラムとしてチョイスしてみたわけなんですよね。それ以外のコンテンツってのは私結局見てないわけなんですよ。コンテンツの膨大な量の17話までしか見てないんですよね。本当に一部しか見てないのに、私はそれによって3年間で1億稼げるなと思って、実際そうなったということなんですよね。それで多くの弟子を輩出することもできて、最初の3年で400人ぐらい速稼塾の塾生さんできましたからね。これはね、誇るわけじゃないんですよ。やっぱ向かっていくと、やれば何かができるってことだと思うんですよ。だから少なくとも3年間がむしゃらにやって、それこそ自分のね、勤めていた会社をクビになるどころじゃなくて、自分の経営してた会社が潰れて社員がみんな出ていくみたいなね、そこまでやって、それを引き換えにしても私は今の暮らしが、そして私今の家族があるんだったら、全然お釣りが来ると思うんですよ。でその時に私のことを、まあ見限った人もいればね、それでも久保哲郎についていくと、稼ぐ稼がないじゃないと、麻雀店があるないじゃないと、久保哲郎と付き合っていくんだっていう人は今でもつながっていて、実際につながっている人はやっぱりね、それなりの暮らしになってますからね。あれから10年近く経つんだなと思います、だからね、今の暮らしに不満があるんだったらどうするんだってことは、人に言われるまでもなく自分で決めないといけない。自分で決めることができなかったら、人に言われてまずやってみることですよ。自分で決めることもできない、行動もできない、人に言われてアドバイスを受けて、しかもそのアドバイスを受けた人にお金を払って教えてくださいって言ってるわけでしょ。それも跳ねのけていく、何なんだよって話ですよね。だから結局稼ぐ道っていうのは厳しいわけじゃないんですよ。勝手に厳しい状況に自分で行ってるわけなんですよ。だって商品作って売る、集客をする、この3つの要素で全部の問題打開できるわけですよ。吉谷さんの姿を見てもね、思うんですけども、いや、この非常に少ない再生数の中で、少ないチャンネル登録の中で、もうね、立派に4年間暮らしてるわけですよ。でも多くの方ってのは、もっともっと多くのチャンスにまみれているのに、それをやり過ごして使ってないんですかね。非常にもったいないと。自分がいかに恵まれてるのかってことに気づかずに、自分は恵まれてないと思っちゃってるところがね、なんかすごく勘違いしてるところじゃないかなと思います。でタイミングがものすごくいいのは、私のいつものメインチャンネルが1週間の停止措置になりました。で私は慌ててね、サブチャンネルでスタートしたわけなんですよ。でも今日確認してやっとですね、全ての動画に再生がつきました。昨日まではゼロが結構あったんですよ、ゼロ再生がね。でも今確認したところによると、まあ全ての動画が最低1話再生されてるなってことですよね。中には100を超える再生もあって、まあなんとか立て直せてきたかなってところですね。ただやっぱり早くメインチャンネルに戻りたいなって気持ちがあります。メインチャンネルの方にはね、いろんなメッセージもコメントも届いてると思いますけども、もうね、そのコメントに返信することはできません、これだけ溜まっちゃうと。それからですね、このサブチャンネルで始めた動画もなんかね、数百本になりました、あっという間に。吉谷さんとのこのやり取りも、このサブチャンネルになって30話ぐらいのやり取りになりましたね。私の作った動画だから20本ぐらいあるのかな、だからそういうところを見てもやっぱね、メインチャンネルが使えないと思ったらサブチャンネルでしこぎりやるしかないし、それから同時に私にも考えましたよ。集客用に YouTube を使って、提供用には
有料無料関わらずね、速稼塾の動画っていうのは有料動画サイトでアカウントのバンをね食らう可能性が非常に低いものにしないといけないなと思いました。現状だと YouTube の利用制限ならいいんですけども、 YouTube 使わせてあげないよと、あなたのアカウント終わりですよって言われたら、私はね、全ての有料コンテンツも無料コンテンツも会員限定のものも販売したものも全部見れなくなると止まるんですよ。そうなったらやっぱりね、多大な迷惑をおかけすると思いますんで、ストックがあるのもないのもありますからね。ですので大きな方針転換のいいきっかけになったんだと思いまして、やっぱりトラブルがね私を育ててくれるなと思いました。いつも思うんですけども、トラブルに見舞われたらトラブルに会う前よりも私は稼げてる、いつもそうなんですよ。だからトラブルで潰れる人、トラブルで育つ人、これも自分で勝手にやることなんですよね。雨が降ったから濡れましたじゃないんですよね。雨が降ったら傘を差せばいいわけですよ。もしくは出かけない、いろんな決断と選択ができるわけですよ。もっと言ったら雨が降ったら会いたい人に来てもらえばいいと、そのぐらいの関係を作ってればいいんですよ、晴れの日にね。はい、それで水野勝成のお話にここから入ります。水野勝成という舞台が今度ね、この私の広島で始まるんですけども、その水野勝成役、主役にですね私の方が抜擢されているということでございます。水野勝成というのは徳川家康の親戚で、福山城十万石の藩主なんですよ。でその福山城を預かる前に小僧としてですね全国を行脚していました。その様子が中国新聞に連載されておりまして、その連載小説の挿絵を描いている方が私のお隣さんなんですよ。そのお隣さんが原作者の方が今度舞台するのに役者を探していると。年齢もそうだし風貌もそうだし声、貫禄、それから所作、さまざまなことを総合してぜひにということだったんで、私もすぐに受けました。私がねここで言いたいのは、 YouTube をやっていたことが多分これに生きてるんじゃないかなと思うんですよ。人前に出て何かねパフォーマンスする、喋る、気持ちを伝える、声を出す、こういったことを私は10年近く続けております。今さら舞台に物おじするような精神は持ってません。どんとこいですよね。だから頼まれた時に全てを受けることができるというのが今の私のポジションです。これ舞台にかかわらずですよ。どんなことも私頼まれれば気が向けばやるし、気が向かなければやらない、この選択ができるんですよ。能力が及んでるか及んでないかにかかわらずです。ですんでね、これから水野勝成の私は舞台俳優としての人生が始まると思いますけども、この年になってまたね新しい世界、また一番の新人として始まるチャンスがいただけるのはありがたいことだと思います。ですんでね、 YouTube の世界に入る方ビビる必要はないと思いますね。無名であればあるほど自分のミスは気づかれずに済みます。再生数がいかないんで。で私も新しいチャンネル行ったら再生されないわけですよ、いきなりは。でこうやって数百本に及ぶ動画を短期間に上げるからこそ、まあ目立ち始めて再生されるっていう、そういうのはね話になってきますし、なんとねこの間に新規で私の動画を見た方がもう速稼塾入ってるんですよ。再生数おそらく1とか2の動画を見てるはずなんですよ、この方。ね、すごいなと思いましたね、私もね。そのぐらいトークがさえ渡れば再生数1でも1の人に購入いただけるっていうことが起きるのは、今回もね逆にアカウントの制限くらってよかったなという発見が様々ありました。ということで今回は水野勝成でお届けしましたけども、内容はやっぱり億万長者合宿だったでしょ。じゃあいってらっしゃい。